音。いいですね。どうですか？めちゃいいじゃない、トズくん。愛車紹介のコーナーです。今回はこちらの方です。モリッチさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ランボルギーニですね。はい、ランボルギーニ。自分のも持ってるの？最近買いました。こちら最近買った。はい、これいくらぐらいするんですか？これ1500万円でした。1500万円。はい。なんか森内さんね、YouTube チャンネルを応援してらっしゃるってことで。運営してるの？そこで。あ、そうです。そこでもしかしたら。はい。すごい。YouTube で儲けたの？って思うじゃないですか。うん、僕まだ4000人ぐらいしかいないです。はい。はい、そうなんですか？はい、仕事は？仕事は普通に会社員やってまして。会社員で1500万買える？あ、ギリギリ行けました。本当ギリギリでした。嘘だよ。本当にそうです。いけるわけないよ。ねえ、なんかやってるよ悪いこと。いや、やってないですよ、やってないです。そうやって決めつけないの？スーパーカーに乗ってるからって決めつけない。そうそう、やってるかもしれないですけど。かも、かも、かも、かもです、かもです。だから多分これ、オンエアされてる時に僕は逮捕されてる。そうです。そういう人呼ばないから大丈夫です。で、ちなみにですね、このモリッチさんの愛車、ランボルギーニガヤルロスーパーレジェラ、はい、ということ で、はい、この辺のポイント、ちょっとこだわりポイント教えてください。ポイントですね、ありがとうございます。はい、このスーパーレジェラって世界に、はい、618台しかないんですよ。限定車になってまして。どう違うんですか、他普通のガヤルロと。普通の違う点としては、スーパーレジェラってイタリア語で超軽量って意味なんですよ。そうですね。軽いんだ。そうなので、普通のガヤルロより100キロぐらい軽くなってまして。どこを軽くしてるんですか？ドアとか全部カーボンなんですよ。で、ここも全部カーボンなんですよ。これがね、はい、うん、いいね。走りはどうなんですか？走りはシングルクラッチなんで、すごい乗りづらいんですけど、それが逆に楽しいです。魅力が、魅力ですね。そうか、この時のガヤルロ確かシングルクラッチですもんね。あ、で、そうですね。モリッチさんは、うん、チャラ男じゃない。あ、そうですか。チャラ男じゃない。どうしてですか？チャラ男って、うん、この車選ばない。100キロ軽くするっていうのは、女の子にとってはめちゃくちゃ嫌な車なの。不便で。あ、そうなんですか。そういうもんで、うん、シートも黒、うん、で、4点式シートベルト、うん、これちょっと嫌ですよね。チャラ男はこういうことしないから、うん、まあ確かにね。モリッチさんは本当車が好きなの、うん、この室内見ると、もう本当そう思う。確かにそうですね。なんでこのガヤルドを選ばれたんですか？僕はもともと今会社員なんですけど、その前整備士、自動車整備士だったんですよ、うん、ちゃんと分かってたんだ。はい、で、こうやってつなぎもしてるんですけど、で、学生の頃からもうスーパーカー欲しいと思って、うん、で、車も整備したいって貯めたんだ、お金を。そうなんです。ただ整備士だとちょっと買えるのもっと先だなっていうので、で、頑張ってちょっと転職して、うん、で、やっと、まあ、結構大きな会社なんですけど、そこでやっとローンが通ってっていう形で今に至るっていう、うん、なるほど。僕ね、ガイルド実は好きなのは、うん、はい、小さい目でですよね、サイズがね。あ、そうですね。アバンダドールなんかと比べると、うん、はい、そうです、ね。だから意外とこれはね、僕はこ乗れるんじゃないかなって気がするんですよ。この大きさは取り回ししやすい。いいですよね、うん、アバンドドールなんかちょっと大きすぎちゃって、確かになんか持て余しちゃってるか、ね、なんかもうでかい。街中で走ると苦労するような感じで、これそんなことないですか？うん、そうです。ただ小回りがやっぱり効かないですね、うん、裏感と比べるともう全然違いますね、うん、あ、そう。もうなんか N ボックスと普通のスーパーカーぐらい違います、ね、あ、そう。そうかも、はい、これやっぱきついんですか？うん、きついですね。あれはどうですか、後ろね、はみにくい。なんかね、これ車庫入れとかさ、はい、重量駐車とか、そういうのどうなんですか？うん、安心してください。バックモニターがあるので。あ、あるんだ、はい、昔のカウンタックとかなかったもんね。ドア開けてこうやってやんないと、はい、開けれないんで。これ開けれない、はい、これ普通のドアですからね。おっしゃる通りです、はい。じゃあちょっと後ろ見ましょうよ、その見えにくいっていう後ろ。あ、ぜひぜひ。いや、でもかっこいいじゃん。ありがとうございます。で、バックモニターついてるからバックも楽だしさ。そう、これ買ってから何かやったの？特にやってないですよ。もう本当このままですね。オリジナルが好きなんだ。オリジナルで、はい。ああ、分かる分かる。オリジナルはね、やっぱいいんだよね、うん、これどこで売ってるんですか？車屋さん。ほらほらほら。ネットで買うのか。ネットじゃ買わないでしょ。ネットはちょっと怖いですね。どこで買う？アザブのですね、うん、ちょっとショールームで買いましたね、ランボルギーニ専門店の。あ、そういうとこあるんだ。はい、うん、正規代理店で買ってるってこと？あ、そうですね、うん、正規代理店なんだ。そうだよね、こういう車ってさ、ちょっと分かんないじゃないですか、うん、どこで買っていいか、うん、いろんなね、うん、正規代理店だったんだ。いや、やっぱりこういう車はさ、ちゃんとしたところで買わないと、ちょっと心配だよ、怖いよね、うん、あと、あれ、どうなんですか、ほら、いい車って
買ったはいいけど、その後例えば1回ね整備出したり、うん、いろいろやると例えばいきなり100万とかさかかるねえ。そのための整備士やってたんだろう、はい、あそういうこと。そういうことです。自分で直しちゃうの。あそうです、自分でやります。はあ、そういうことか、はい、いやもうディーラーに出したらめっちゃ高いよね。めちゃめちゃ高いです。例えば自分で何ができるんですか。僕はあの一級自動車整備士っていう、おー素晴らしい、一番最高の資格を持ってるんで、ね、一級って、うん、エンジンオーバーホールから何からミッションオーバーホールから全部自分でできるんだよ、うん、偉いね。そっか、やっぱスーパーカー買ってからメンテでお金かかって持ちきれないって言うけど、それ自分でできるから、そうです、もう抜かりないです。変えちゃえばいいわけだ、はい、偉い、すごいわ。俺もそうすればよかったな。いやいや今十分も稼いでるから、全然チャラ男じゃない。ほら黒でまとめてさ、うんね、でフルバケで、で4点シートベルトでしょ。そうですね、ここでここもカーボンなんですね。ああいやらしいですねこのカーボン。いやらしくないっすよ、男らしいっすの。なんかいやらしいですね、俺カーボンに包まれてんだよって感じがなんかちょっとね離れつきますよね。かっこいいじゃん。でもね、あのチャラ男だったらスーパーレジャーナじゃないの買いますよね、うん、そんなちょっと、うん、もっとね女の子が喜びそうな室内のケバケバしいのを買う。俺だったら紫色のところにするけどな。ボディありますよね。ありますね。ね、マジョラカラーとか、ね、ピンクとかね、なんかいやらしそうだね、はい、俺はあっち行くけどな、はい、軽い分これ多分ちょっとうるさいし、乗ってもいい。あもうぜひ僕以外の人、いやそれやめてくださいローンだけが残ります。へえ、ドライブが、ドライブが紐ですよ。もう本当にさ、もう走るため、うん、走るためだけの車。あ、本当だ。まだ1万4000キロとかなんですね。あ、そう。それがすごいね。はい、これは何年式ですか。2008年で、うん、ガイルドって前期後期あるんですけど、うん、その前期の一番最後ですね。はい。これは勝ち出るよ。あ、そう。ガイルドいいですよね。うん、だって元々が600台しか作ってないから。うんうんうん、これ試乗していいんですか。はい、あ、もうもちろんです。はい、あ、じゃあ、行ってくださいよ。あら、いい音。いいですね。いい音じゃないですか。いいですよ。ね。うん。いや、めちゃいい音だ。どうですか。いや、いいね。いいですか。いい。森内さん、大丈夫ですかね。はい、なんかすごい見えにしてますけども。楽しそうですね。ねえ。ドリフトしそうな感じ。ねえ、あのドリフト禁止ですよ。ドリフト禁止。あのローンが残っちゃう。聞こえません。ドリフト禁止ですよ。日本語わからない。大丈夫。まあまあ、まあ、しょうがない。その時はもうしょうがないです。はい。はい、いい音するね、吸気。ねえ。10キロなんで、ね、そうですよね、はい、520馬力あります。520馬力ですって、うん、これリッターどれですか。え、はい、リッター、リッター、リッター3です。はい、ね、壊さないようにね、お願いします。当たり前でしょ。でもあれですね、おドローンがいた。ドローンうまい。どうですか。めちゃいいじゃない、トルク。ね、パワーもありますね。めちゃいいね、トルクね。浮いていい音するし。めっちゃ効くね。
らい。そう。ものすごく。なんかさ、トルクがいい。ね。うん、トルクがいい。無知で。めちゃいいね。おお。めちゃいい。最高ですね。最高ですね。ねえ、いい音しますね、V10。いや、素晴らしくいい。うん、もうトルクがいいから、ね、ダッシュがすごいな。こんなにいい。久々に V10 乗ったけど、はい、めっちゃいいわ。ね、あと嬉しいです。俺剛性感があるのにびっくりした。いや、もちろんもちろん、ね。やっぱノーマルより100キロ軽いから、でその分やっぱこうすんごいしっかりしてる。しっかりしてますね。でほぼカーボン使ってるじゃない。だからやっぱこう車体は硬いよね。剛性はね、うん。ブレーキもね。ブレーキめっちゃいいね。ブレーキすごい効きますね。悪いとこない。トルクだよ、トルク。いや、ほんと。ね。なんかなんか。まあ、本人いるからさ、タイヤ滑らせられないじゃん。本当だったらもっともう、もっと踏みたかったんだけど、なんか見てるからさ、怒られそうですね。猛暑されたばっかりらしいんだよ。これはでもあれじゃん、乗ってて楽しいでしょ。すごい楽しいですね。休日がもうすごい楽しみになりました。休日、例えばどっちが走ったりするんですか。あ、そうですね、まあ、ちょっと千葉の方に。あ、そう、あのアクアラインとか。あ、そうですね。捕まるよ。はい、まあ、あの、ほどほどに、はい、気をつけてください、はい、はい、気をつけます。いいね、V10 いいよ。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。